やアドベンチャー感半端ないね。ちょっと引き気味に見るとこんな感じですかね。はい、おはようございます。今日は武蔵塚駅の前に来ます。檜原村の方に今日は走り行こうと思います。天気はねちょっと曇りなんですけど、今タイヤこれ前後外して車荷台に乗っけてきたんですけど、やっぱクイックダメっすね。ディスクだともうね合わせるのに大変、するのがもう何度も何度もこうやり直したんで、スルーのが楽ですね。クイックはほんと手間、位置がなかなか決まらないですね。すげえ、だいぶ濁ってる。やっぱこの間の台風の影響がまだあるんだな。今日のね檜原村への道のりはね、なるべくこう裏道を使っていこうかと思ってね、あんまり大通りじゃなくて。檜原村時代はね、僕行くのは今日初めてです。奥多摩の方のトレイルは行ったことあるんですけど、今日はねトレイルじゃないんで普通にサイクリングとして、まあ檜原村をぶらつこうかと思ってね。この川はなんて川かな、秋川かな、なんだろう、こっちの道そそられるじゃん、こんな道あったら。ちょっと入ってみちゃう、グラベル。まあちょっとで終わっちゃいましたね。よいしょ。この橋は渡っちゃっていいのかな。とりあえず川沿い走ってりゃ間違いなさそうなんで、どんどんね川を遡る感じで。これ天気が良かったらな、気持ちいいんだけどな。ちょっと曇り気味なんでね。いいな、目の前こんな川でいいっすね。この辺に住んでる人、だんだんなんか紅葉が始まんのかな、時期的に。今日ね T シャツが白いからね、泥跳ね勘弁してほしいんですよね。しかも台風が過ぎ去った後だから、まだ道が若干濡れてんすよ。失敗したな。もうすでに若干跳ねてるしね、もう時すでに遅し。もう完全に田舎道ですねこれ。この先行き止まり、マジで？もう柿が至るとこでなってますね。もうシーズンだな、柿の。なんか向こうの方に道あるな、行ってみてえな。ちょっと調べてみよう。OK、 あっちも上がろう。せせらぎ通り、キャンプ場だ、ここ戸倉キャンプ場っていうのかな。渓谷、さてこれはどっちへ、まあ登るから左だよな。あのね、脇道行くのはいいんですけど、脇道ばっか行ってるとね、携帯をね開く時間が多くなっちゃうんですよね。そうするとなんかライドに集中できないというか。
なるべく携帯を見ないように裏道裏道に行ければ一番いいんですけどね。晴れないかな。でも晴れたら暑そうだな。気候で言えば今がベストなんですけど、曇りなのかな。うわ、また鬱蒼とした道だなこれ。日の光が入ってこねえから道もまだ全然湿ってる。いやマジ水跳ねだけは勘弁。いいね、やっぱおしゃれな家も多いっすね。うわー、たまんないねこういうの。やっぱりね、日本狭しといえどまだまだね、知らないとこいっぱいありますよ。てかこれ適当に進んでんけど道合ってんのかな。うわ坂道。っていうかちょっと結構な激坂なんですけど、これマジか。いやいやいや、こ何ここ、ジャガーのマークがあるんだけど、何これ。しかも何も書いてない。監視カメラつけるんだって、監視カメラなんかねえじゃん。なんだありゃ、あれジャガーのマークだよね。下になんか家建ってるけど、あれ旅館なのかな。でも標識が何も出てなかったからな。標識だね、表札か。怪しいね、超絶怪しいね。やべえ、完全に道をロストしてる。どこだ今。思ってる方向が進んでんのか。ああでもまあやっぱ問題ないですね。とりあえず川沿い進んでればまず間違いない。なんか若干遠回りしてるなこれ。まあいいや、今裏道走ってたらね、いい感じのね、あの燻製屋さんあったんですよね。なんかちょっと覗こうと思ったんですけど、なんか製造所って感じで、そこで販売してる感じじゃなかったんですよね。燻製はね、子供も大好きなんでお土産に買っていこうかなと思ったんですけど、そこじゃ買えなかったですね。まあ僕の知ってるとこが別で奥多摩の方に一軒あるんですよ、燻製屋さん。そこをね帰りに寄って、まあ、時間があればですけど寄ってちょっと子供たちのねお土産を買おうかと思って。燻製前行った時ね美味しかったんですよね。帰りで買って食べて、でおまけもしてくれたんで、お店のおばあちゃんが、なんだっけな、ピスタチオだったかな、ピスタチオのね燻製だったんですよ。まあ珍しいっすよね、うまかったっすよ、すげえ。ここを曲がると、あ、金木犀だ。もう金木犀も散っちゃってますね。金木犀のシーズン終わり。お、ヤギ、ヤギがいた。ヤギだ。蝶見てる、こっち蝶、こっち見てるよ、ヤギさん。超絶見てる。なんかね、多分盛大にね遠回りしてますねこれ。多分距離ではねそんな遠回りじゃないですけど、普通に大通り行ってれば平坦っていうか若干の上りで多分いいんでしょうけど、道をね外れることによってね山一個こういう羽目になったりとかね、今そんな感じなんですよ。だいぶ無駄なことやってる気がするこれ。なんかちょっと開けた。なんかこれ材木屋か、
いやこれ通ってきた道全部動画にして残しておきたいですけど、さすがにそれはな、えらい長くなっちゃうんでね、動画が断片断片でしか録画してないですけど、いや全部いい道なんですよね。まあ坂道はありますけど、もうちょいまっすぐ行くか。本当どこ走ってても水の音が。お、なんだここ、こっちちょっと行ってみよう。うわ、滑りそう。おお、楽しい。ここちょっとしたオフロードですね。ただちょっとね、やっぱ雨上がりだから道がぬかるんでる。いや完全にこれは車じゃ来れない道だから。おお、水が溢れてる。お、金木犀だ。金木犀。あー、いい匂い。結構栗も至るとこに落ちてるな。よし、こういう道になってくるとね、ロードじゃやっぱ辛いっすよね。よし、この橋を渡ろう。おお、あー、やっぱりまだまだ水が濁ってる。日野原村裏道ライドかな、今日はもう完全にタイトルは。結構ね、なんか苔っぽいからね、なんか滑りそうで怖いんですよねこれ。マジできちい。ここから大通りか。あそこにベンチがある、ちょっと休もう。いって、ちょっと休憩しましょうか。休憩しましょう。最近僕の買ったこれ GoPro のパーツなんですけど、今ライドしてる時はこのネックマウントで撮ってるんですけど、で降りた時に自撮りする時はこう自撮り棒とかにこう切り替えてやってるんですけど、今までねベースプレートっていうのはクイックリリース、これでやってたんですよ。これで、でもねそれがちょっとね硬かったりしてね、引っかかったりとかあって、ちょっといろいろ不都合があったんで、今回ねこのなんていうのか、このウランジさん、ウランジっていうメーカーのこのクイックリリース磁石式のやつ、これちょっとひねってあげて、やっぱこう磁石でポンって取れるんで、でつける時はまた磁石でカチッて止めてから、こうやってくるんと回してあげればね、ロープがかかって今までのやつより断然やりやすくなったんで、これ買ってよかったですね。脱着がだいぶ楽になりました。ネックマウントから切り替えるときはここ通ってこっちにね刺してあげれば、こういう感じでロックしてあげれば脱着が容易なんで、まあ気になる人はね、あの概要欄に貼っとくんでリンク先、まあ見てください。
この辺はね、なんか裏通りがなさそうなんで大通りから攻めていきます。なんかね、この周辺ダンプ多いんすよね。すげえダンプ走ってる。ほらまた来た。怖いんすよダンプマジで。風圧で持ってかれそうになるんで抜かれるとき。やっぱ裏道の方がいいな。まあ楽っすけどね、こっちの方が坂道とかないんで全然楽なんすけど、やっぱり車通りが多いからなんかこう気分が上がってこない。あ、ここか。日野原村来たらとりあえず寄っとけ的なとこは。なんかドーナツが美味しいらしいっすね。あ、ドーナツ2つで。2つです。はい、はい、今から食べますか。あ、いや、持ち帰りでお願いします。はい、すいません、大変お待たせしました。はい、どうも。ありがとうまずね、今買ったドーナツはどっかまあ休憩できるところで食べて、一応最終目的地はね、カノトイワって読むのかな、これ、カノトイワに行ってみたいと思います。神のね、扉の戸に岩、なんかカノトって読むみたいですね。この辺も裏道ないんで、ひたすらメイン通り、川沿い。いや、いいな。もうね、いいなとかいいねしか言葉出てこないですね今日。ワンちゃん黒芝かな、可愛いですね。うちの上の子が芝犬大好きなんで、いつもね芝犬見るとメロメロになってますからね。やべえな、今日の動画が長くなっちゃうかなこれ。何も喋ってないとこでもこう普通に景色を映してたいっていう僕の個人的な願望があるんで。あった、カノートイワ右側3キロだ。あと3キロ。まあ今ずっと登ってんで、帰りはね下りになるから幾分マシかもしれないですね。だいぶだいぶ川が近づいてきましたよ。素晴らしい。釣り国際マス釣り場受付中。あ、サイクルロックも置いてある。まあ僕のまず目指すのはカノトイワを行ってミッションコンプリートしてからだな、寄り道するのは。杉の匂いがすごいけど坂道もすごい。あのチャリ乗りあるあるだと思うんですけど、絶対あれですよね、皆さん坂道激坂登ってる最中 e バイク欲しくなりますよね。うわー涼しい、すげえ涼しい風。キャンプ場か。こういう静かなとこならソロキャンやるにはうってつけですね。バイクパッキングで来てもいいですよね。さっき五日市市の前の駅前の駐車場に停めたんで、あそこまでは車で来て、そっから自転車下ろしてここまでキャンプしに来るのもいいですね。
多分距離にしたら30キロないのかな、そんなもんぐらいで来れると思うんで、ここかな、なんか着いたっぽいですね。なんか駐車場があるんで、ああそうですね、ここだ。はい、着きました。ここですね。ここが駐車場になってるんで、なんかこの先チャリでも行けそうですけど、まあ歩いて行ってみたいと思います。なんか道路を先進むと渓谷歩きを楽しめます。上に見えるのが大岩、あれのことなんですかね。まあ切り立ったなんかでっかい岩というか山というか、そんなのがありますね。なんかあそこ昇仙峡みたいだな、これ山梨にある。あそこもなんかこういう切り立った岩結構立ってますもんね。今日ね、実際距離はねそんなに走ってないんですよ。そんなにねここまで離れてるわけじゃないんで、まあ遠回り遠回りでね、脇道脇道で最短では来なかったですけど、あ、これみたいですね、カノト岩、これ。おお、すごいね。ういっ、ここは、お、トンネル、どっか抜けんのかな。あ、涼しい、これこれ涼しい。おー、結構暗いじゃんこれ。マジか、ライト必要な感じじゃない。うわ、しかもなんか雨みたく降ってるし、ちょっと待って、ライト、ライト、これ子供と来たら絶対楽しいっすね、間違いない。今度子供と来よう。あれ、ここがさっきとあれかな、繋がってんのかな。うわ、ここすげえな、アドベンチャー感すげえな、これこれやばいね。もう一回ちょっとやり直そう。向こうからこっちか、よし、こっちがあれですね、アドベンチャー感がすごいとこっすね。これやばいね、やばいよ、秘境感がすごい。おお、マジか、すげえな。しかも濡れてるから鎖場だ。おー、やべえ、すごいすごい。落ちた人いるのかな。すげえすげえ。ここでドーナツ買いましょうか。ドーナツ、
やー、もうとりあえずは目的は達成したから、あとはどこをぶらつこっかな。さーて、じゃあ最後下ってって滝見ていこっかな。あのさっき買ったドーナツ買ったとこのとこから入ってきとこ、なんだっけ、あれ豆腐屋さんなんですよね。ここは戻ってきましたね、さっきのとこに。こっち側に滝があるみたいです。これあれかな、結構歩くのかな、どうなんだろう。なんか滝までちょっと歩くみたいですね。だからチャリを止めて、駐車場に止めて歩きましょう。どのぐらい歩くんだろう。なんか遊歩道的なものになってるって言ってたんで、こっちか。おう、ウッドチップが引いてある。やまびこ陶芸館、ソフトクリーム、あ、カフェと一緒になってるんだ。いやー、着きましたね、滝。いや、ここも鎖場になってんの。いやー、やばい、ここまで来るとやばい、すごいね。はあ、マイナスイオンすごい。よし、じゃあ戻りましょうか。これで全てのミッションは終了。これまさかのネックマウント折れちゃいましたね。これちょっと強引に引っ張って取ったのが悪かったみたいで、バッキシ折れちゃいました。ダメだ、もう一個買わないと。ネックマウント折れちゃったんで、普通にライド動画撮れないんですけど、今これ片手なんで危ないんですよね。だからとりあえず帰りのライド動画はもうこれで終わりにします。はい、到着しました。片付けもね終わって、今車の中にチャリ積み込みましたね。まあこんな感じで結構雑に入れちゃってるんですけど、今度ね子供たちもね連れて一緒に来たいと思います。じゃあね、今日はもうこの辺で帰りたいと思うんで、じゃあどうもお疲れ様でした。ちょっとね、帰る前にさっき言ってた燻製屋さん寄りたいと思います。子供たちにねお土産なんですけど、ただ時間的にねやってるかどうかわかんないんですよ。あった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 、これだ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 、買ってきました、これですね。